当帝クルル当帝クルルは、新末の官僚署名はすぐる。字は、剣土器。語は、形成。または、鏡心。業務運動の推進者の一人。関東省、香山県東家村出身。同校22年、香港のモリソン記念学校に入学。同窓に姿、高マる高郝ヒがいる。6年間の学校生活で英語を身につけ。 同校28年に卒業した。皆、豊元年より、香港政庁で通訳として勤務、そこで中国海乾燥税務士の保冷所ネルソンレイと知り合い、皆、豊か8年に例の紹介で上海に赴き、上海の税関の通訳兼事務長となった。皆、豊か11年に税関の職を辞して、免課業の収む家号を創設した。これは、 新国内の面課をジャーディン・マセソン商会におろすのを主要な業務としていた。同治2年にジャーディン・マセソンに入社し、金銭の管理、物資の購入、海運の開設、市場の拡大についての責任者となり、同社の転身事務所で売弁として活動した。なお、紹介入社の1年前の同治元年には、英語辞典、英語教科書である英語修禅を出版している。 同治12年に10年間勤めたジャーディン・マセソン商会も辞職し、理工省の招きで、中国最初の近代的海運企業、ワフネ・マネキ商局の総裁となった。就任後、マネキ商局の資本を20万両から100万両に拡大させ、マネキ商局は新で最大の海運企業となった。高所二年、理工省の依頼で、直霊省の海兵担工の解散の準備にあたり、 同年に海平炭鉱は、肝正脱小便の形で正式に成立した。これは当時としては、最新鋭の設備を有した、中国で初の株式会社であった。海平炭鉱で生産された石炭を輸送するため、高所7年より、鉄道の建設を始めたが、保守派の反対を受け、生態工により投獄されるも間もなく釈放された。高所十一年よりは船招き小局を離れ、 海兵炭鉱の経営に専念した。このほか高所元年から12年まで多くの保険会社を設立し、中国の保険業の父と呼ばれている。ありがとうございます。